こんにちは、歌一郎です。今回から、リサ・ザ・ジョイフルという、ゲームをやってみたいと思ってます。ですね、リサというゲームが、これ、3部作になっていて、1つ目のリサという作品と、で、前回やってたのがリサ・ザ・ペインフルという作品で、今回がリサ・ザ・ジョイフルですね。で、リサ・ザ、一番最初のリサは、父親との、虐待みたいなことで、苦しんでいたリサという女の子が主人公ですね。で、次のリサ・ザ・ペインフルは、その、男の兄弟であるブラッド、が主人公で、で彼が、大事にしていた、バディという、世界で一人だけの女の子ですね。この子がさらわれて、その子を取り返しに行くっていうような、物語でした。で、ただその、リサ・ザ・ペインフルの最後で、ブラッドが、かなり悲劇的な最後を迎えてしまって、で、それを引き継ぐ形で、このリサ・ザ・ジョイフルという作品では、その女の子ですね、バディが主人公として、物語が進んでいくという形になります。ですね、YouTube の、チャンネルのところにですね、書き込みをしてくださった方がいて、このリサ・ザ・ジョイフルを、初見で、セーブなしでやってみてくださいっていうなんか縛りで、そのお題をいただいて、ちょっとさっき実はやってみたんですけど、数十分やったところで、普通にゲームオーバーになってしまいまして、いや、めちゃめちゃ難しい、縛りだなと思って、ちょっとそれは断念して、普通にセーブしながらまたやり直してみようかなと思っています。せっかくお題を与えていただいたんですけど、すみません。普通にやってみようと思います。はい。じゃあ、始めていきます。まだ手のあった頃のブラッドですね。ゲームのやり方によると思うんですけど、前作で僕のやったブラッドは両手がなくなってしまったんですよね。何？お前にこれを教える時が来た。もし俺の身に何かあったら、その時のためにもお前に教えておかなければならん。お前には少し辛いかもしれない。何が始まるのさ、ブラッド。その袋には何が入ってるんだ。か。こいつは死んでるのか。いや、まだ死んじゃいない。この世界は厳しい。外の連中はお前の姿を見れば必ずひどいことをしようと近づいてくるだろう。この世界はお前が自由に動き回れるような場所ではないんだ。お前は強くならなければならない。一撃で相手を落とし、そして確実に死を与えるような。今から教えることは俺がお前に教えてやれる一番大事なことになるだろう。情けを捨てて冷酷になれ。一瞬で相手の命を奪うために。おそらく今のお前には酷なことだろう。だが必ずいつか。なんだ、何が起きた。ここはどこだ。何なんだ一体。女の子。人を殺すときには、おい、何言ってんだ。ことは正確に運ぶ必要がある。何してんだよ。喉に歯を突き刺すんだ。おい、マジでなんだよこれ。深く突き立てろ。そいつの言うことを聞くな。そしてひねりを加えたら、そいつは気違いだ。一息に喉を切り裂く。おい、やるかやられるかだ。さあやってみろ、バディ。
俺の娘は弱虫なんかじゃない。お前は強いはずだ。今までの自分を捨てるんだ。うわ、頼む、やめ。よくやった。次の相手は最初から縛られてなんていないぞ。リサ・ザ・ジョイフル。リサ・ザはここには書いてないんだよね。タイトル通りジョイフルなゲームだといいんですけど。そんなに虚勢を張らなくてもいい。取引を思い出せ。今からあの男は私のものだ。あんたの可愛いお友達に邪魔されるのはごめんだぜ。やれやれ、悪いが約束はできんよ。私のやり方はどんな奴にでも聞くわけではないからな。あのランドーという男のことだが、彼は大丈夫なのか。まだあの男に彼女を守る力が残っているのかね。そんなに心配なら自分で言ってやったらどうですか。それともただ単に怖くていけないのか。全く老いぼれたくはないもんだな。行け、行ってお前のペットの心配だけしていろ。わかったよ。いいか、よく聞け。たった今この時点から我々はお互いを干渉しない。お前は私の邪魔をしない。そして私はお前の邪魔をしない。そんなことはどうでもいい。もし私の邪魔をすることがあれば、その時は私がいかに老いぼれているかをお前に見せてやろう。うわ、ブラッド微妙に生きてんだよね。リサ、ここ完全になんかリサとバディを混同しちゃってる感じなんだよね。助けてくれ。ブラッドは血を吐いた。バディは目を覚ました。戦う。いい、なんか身内で戦うのってほんと辛いよね。から離れろ。その薬のことは前にも話したはずだ。まだ好奇心に負けそうなのか。俺はいずれにしてもこいつは私が連れていく。なんであんたはいつもブラッドにこんなことするんだ。今のこいつを見てみろよ。お嬢ちゃん、これでお前は晴れて自由の身だ。いつでも、いつまでも過去に囚われて生きるなんざ体に触るぜ。私を信じろ。このままだとしまいにはお嬢ちゃんまでおかしくなっちまう。俺を傷つけるつもりはないのか。ない。私はお前を傷つけることを望んでいない。本当だ。だが勘違いするな。お前のした選択は間違いだった。この世界はお前をズタズタに引き裂くだろう。地獄の一丁目へようこそ、お嬢ちゃん。そう、これシフトを押しながら走ると速いっていうのを後から知るんですけど、こっち彼は動かない。これ前作で最終決戦した場所ですね。あ、これ前作のところに本当ダイレクトにつながってるんだな。アイテム、この辺ってなんかアイテムを取れたりするんだろうか。取れるアイテムもないか。
当は火炎瓶とかあったらね。あ、でもダメか。無理なのかな。多分これ普通に右の方に右の方に行っていけば話的には進むんですけど、もうあんまり行かなくていいか。よし、普通に右に行きましょう。ここでセーブしとくか。セーブなしでずっと行くっていうのが僕にはちょっと荒行すぎるので、ここは今行ったとこだもんね。で、赤いドクロの仮面が積み上げられている。あ、間違えた。よし、ダッシュとジャンプ、シフトキーを押し続けることでダッシュできる。ダッシュ中は大きな段差も飛び越えられるよ。だけど注意して、それができるのは子供のうちだけ。ゲーム中に大人になるってことなのかな。ここで敵が出てき、諸君見たまえ。素敵なバディ様のお出ましだ。俺は常々、飛ばしちゃった。その可愛らしい小さな顔をこの目で見ることと、家のローンをしっかり払い終えることとな。はあ、なあお前らよ、待ってみるもんだな。死んだ親父がよく言ってたもんだ。食い放題のレストランの裏口へ行って客の食い残しを食べることはちっとも恥ずかしいことじゃない。特に食い残しがこんなにうまそうな場合はな。はあ、オッケー。叩けるのはこれくらいでいいだろう。そろそろこの極上のお肉ちゃんをいただくとしようぜ。やめるんだ。なんだ。ランド。その子に構わないでほしい。お願いだから。なんてこった。これは世にも恐ろしいランド様じゃないか。そしてそのランドー様が俺たちにやめてほしいと懇願している。はあ。おいおい、ふざけるのもいい加減にしろよ。死んだ親父がいつも言ってたもんだ。何度も言うね。どんなにすごいやつだったとしても、そいつの価値は一番冴えなかった日で決められちまう。これは割と真理かも。教えてやるよ。今日は冴えない日のようだぜ、兄ちゃんよ。はあ。あいつの言ってることはその通りだ。今の僕は戦えない。逃げなきゃ。まあ待てよ。お前たちがいるここはボロ様の縄張りだぜ。何人たりともこのボロ様が掴んだ千載一遇のチャンスを止められねえんだよ。うわっ。これなんだよね。マジかよ。今だ。早くこっちだよ。大丈夫か。もちろん。ブラッドがあんたにこんなひどいことしたのか。心配しないで、僕は大丈夫。ねえ、あの人のことでそんなに怒らないで。あの人はただ君を守りたかったよ。頼む。もう聞きたくないんだ。
スティッキーがあんたのことを話してくれたよ。ああ、スティッキー。彼は君にひどいことしなかったろう。彼はとても信頼できる。ああ、彼は俺を決して傷つけたりはしなかった。ただいろいろな話を聞かせてくれただけだ。そしてよく泣いてたな。だけど俺には指一本触れようとしなかったよ。わかるよ。さっきのやつだ。ここを動かなきゃ。僕はまだ戦えない。今の僕には友達の助けが必要だ。バディ。なんだ。知り合ったばかりでこんなこと言うのは気が引けるけど、僕は世の中を平和にしたい。この世界が元通りになることを願っているんだ。もう血を見るのはうんざりなんだ。女の人が いなかったら僕ら人類は絶滅しちゃうってわかるよね。知ってる。そう、それならいいんだ。僕はこの世界を元に戻したい。そしてこれは君だけにできることだ。でもそれにはきっと助けが必要になるだろう。僕のことを信じてもらえないかな。これがそう、ちょっと迷うとこなんですけど、バディが信じるってなんかすんなり言わない気がするんですよね。だからまだわからないって言います。わかったよ。でも助けてやるよ。二人ならあんたの友達とやらのところへも行けるだろう。俺の後ろを離れるなよ。本気なの。あんたは怪我をしていて俺はしてない。僕は。OK。ランドが仲間に。そうだ。渡したいものがあるんだ。ランドの軍用色。あとはこれかな。レッドスカルマスク。これをつけていれば安全でいられるといいな。といいな。X アイテムで、借金。こっちにはなんかあんのかな。なんもないのかな。あれここジャンプできるか。あ、これさっきの場所なのか。みんな死んでいる。一応セーブしておきましょう。みんな死んでいる。あ、そうだ。クソったれ、今のはちょっとやばかったな。さっき暴れてたモンスターか。ねえ、あのさ、ボス。なんだ。見ろよ。こんな時に今度は一体何だってんだよ。おお、マジかよ。一体何だってんだよ。ランド。ちっちゃいランド。どうしてもらえないかな。揉め事はさ、避けたいんだ。はあ。なんだその声は。この兄ちゃん、道理で喋らなかったわけだぜ。お願いだ。行かせてもらえないかな。お前、俺のことをとんでもねえバカだとでも思ってんのか。そのエッチなチビランドーちゃんを見逃すわけねえだろ、バカ。ふざけるのもいい加減にしろ。おい、野郎ども、女だ、やっちまえ。やっぱ喋っちゃうとダメだったってことか。スタブ。スキル。ファイアボール。強い。うわ。うわ。あ、やばいやばい。ちょっと待って。アイテム。ミステリージャーキー。これじゃ弱いかな。どうしようか。スタブ。スキル。
キル。うわわわわわわわ、やばい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 、うわわわ、え、やばい、いきなりやられた。ちょっと待って、アイテム、あ、ダメじゃん、どうするこれ。助けらんないな。わわわ、やばい。ミステリー蒸気庫。バディ。どこで戦い方を習ったの？ブラッドから。ブラッドが俺に身の守り方を教えてくれた。なんだって僕には。そう、そんな技を教えてはくれなかった。ランドンはブラッドの弟子なんですよね。さあ行こう、もうすぐそこだよ。あれ、でも KO されてる状態でアイテム軍用色とか、あれでも、これ、回復できないもんね。これも使えないもんね。このまま行くしかないのか。待って。ドメスティックジャーキー。スマホーン、これは何？これは東オレイサと西オレイサの境界だ。リストって呼ばれてる。ここに名前が書かれている人たちはオレイサの支配者たちで、上から序列の高い順に並んでるんだ。彼らはそれぞれがオレイサの各地域を支配しているんだよ。あんたはどうなんだ？名前が見当たらないぜ。僕と僕の軍は放っておかれてるんだ。いや、追っておかれたか。でももうパワーバランスは前とは変わっていると思う。今や君がここにいるからね。バディ、大丈夫？ああ、すまない。さあ、先へ進もう。バディ、なんだ？さあ、行こう。準備はいい？ああ。ここでセーブしとくか。よし。KO されちゃって。着いたぞ。さあ行こう。この子か、誰かいるのか。ほい、ドア。何日も過ぎた。お
私は彼には話すべきではないと思う。いや、話さねばならないだろう。話せば、あるいは彼を打ちのめすことになるかもしれない。知らない方が彼のためということもある。構わん、彼は知る必要がある。それを知れば彼は怒り狂うかもしれないぞ。いいか、これはゲームじゃないんだ。我々は世界を救おうとしているんだよ。秘密にしたところで何らいいことはない。傷つけることになろうがなるまいが、彼には知る権利がある。さあ、彼を起こそう。分かった、いいだろう。ランド、ランド、起きろ。めっちゃやられてる。う、やれやれ、やっと目を覚ましたか。何があったんだ。随分とやられたな。バディ、彼女はどうしてる。やれやれ、あの子は確かに手に負えないな。とんでもなくタフな少女だ。それはいいのだが、我々はあの子を気絶させて縛り上げざるを得なかった。なんだって、なんてことをしてくれたんだ。彼女はそれをどういうふうに解釈したんだろう。ランド、彼女を縛り上げるのにはとても苦労したよ。恐ろしく凶暴な子だ。あの子は囚人じゃない。僕らの未来だ。奴隷じゃないんだ。それだけじゃない。デールが死んだ。我々が殺した。なんだって。縛られてる彼女を、彼は。そうだ、もともとは大したことではなかったんだが、しかし彼のせいで。おい、動いたらダメだ。お前は重傷なんだぞ。まだ傷口から出血してるんだ。どいてくれ。ランドを止まるんだ。彼女の件は我々が何とかする。どうか今は休むことだけ考えてくれ。お前が元気になってくれないと我々は困るんだ。わかるだろう。ランドを頼む。ガク。ランド。おい。気を失ったか。ああ。休ませておこう。さてと、あの娘の件は我々の方で何とか頑張ってみるとしよう。バディ、ランドを動かす。そう、シフトを押すと微妙に速くなる。あんたか。彼らは死んだのか。ああ、死んで当然のやつらだ。太ったやつには逃げられたけどな。何かされた？ひどいことされたりさ。俺を縛ってこの部屋に閉じ込めたんだよ。そう、それだけ。だからそう言ってるだろう。これがみんなが俺にしたいことなのか。うぜえな。こんな風に閉じ込められるのは二度とごめんだ。こいつらのことあんたは知ってたのか。つまりあんたが話してた友達っていうのは、いや、知らない顔だよ。これ以上僕の友達のことを心配するのはよそう。今は君のことだけ心配しないと。こいつらはあんたには何もしなかったの？ああ。でもあんたはまだ怪我が治ってない。傷が良くなるまでここで休んでもいいな。が、ちょいちょいこれ入ってくるのね。それから取り掛かることにしよう。何の話？今はただ休もう。もうすぐあいつらは誰にちょっかいを出そうとしてるか、すべてを知ることになろうだろう、なるだろうからな。誰かの回想。さあ、そう、準備はいいか。うわ、ブラッド。準備はいいか。バディ、一体何をしようとしてるんだい。ゲームはこれで終わりだな。あのリストを見て、俺の腹は決まった。俺は強い。俺には恐れるものは何もない。そして俺は特別な人間だ。俺はオレイザの支配者になりたい。なんだって。あのリストの一番上に俺の名前を刻みたい。
俺の名前を聞けば誰もが震え上がる世界。でもさ、君の体を見てごらん。君の顔やそれに体に残った傷跡。そんなことをすればもっと傷つくことになるだけだよ。もしかしたら殺されることだって。それじゃ誰かに飼われて生きた方がいいっていうのか。俺には痛みなんて何でもない。体のことなんて知ったこっちゃないんだ。本当に痛むのはこの頭やそして胸の中にある心。これは俺が求めていることなんだよ。ダメだよ。君は僕ら人類の未来だ。そんな危ないことはさせられない。馬鹿げてるよ。ランド、あんただんだん似てきたな。俺が今まで殺した人間や周りにいた奴らにさ。バディ、あんたは俺がやり遂げるのを傍から見てるだけでもいいんだぜ。一緒に来ようが構わない、構わない。うわ、時々赤いの来る。でもな、俺を止めることだけはダメだ。何があったんだい。どうする、来るのか来ないのか。ランドが仲間に。あれ、そういえばまだ KO された状態なのか。ん、あれ、 X こっちか。 OK。 でバーバディ、さっきの話はもう決めたことなのか。そんなことじゃ俺の信頼を得ることなんてできないぜ。あんたこれから俺と一緒に来るんだろう。信頼できるやつだってところを見せてくれよ。わかるか。わかった。もし休みたかったら僕が見張ってるから安心して休んでくれていいし、心配はいらないよ。で、休んでみましょう。ブラッドの時は毎回何か悪いことがあったんで、ランドーが見張ってくれてたんだね。うん。ランドーの体力も戻っている。アイテム。うん。アイテムがちょっと心もとないんだけど。お、どうしようかな。そう、これちょっと。この辺りは僕はもう実はやっちゃったんだけど、うわ、そうそう、敵なんだよこれ。えい、スキル、いけ、やれやれ。お、破れるのが早い。レベルアップ、習得スキル、フラッシュ、ダイエット、ココラコーラ、よし。どうしよっかな。ここで、セーブするか、もうちょっと待ってみるか。この後どうだっけ。ここが、そうそうそう。死んでいる。もうなんかぐちゃぐちゃなものが死んでいる。うわ、これまた気持ち悪い系のディサイシブスタブ、ファイアボール。スキル、
強い。影人間意外に強いね。ところドメスティック蒸気、あれ、あの影人間って何度も実は出てくるやつかな。あれ、あ、出てこないか。経験値稼ぎは難しいんだ。うわ、待って待って、あ、そうそう、ここまたまた敵なんだよね。戦う、スキルは使えないんだよな今。どうしようかな。ダイエットここ、とりあえず普通に戦うか。使える、あれ、あ、使えないか。あれ、待って待って、あ、バディちょっと変な感じになっちゃってんだ。うわうわ、やられてる、一気にやられた。アイテム、うわダメだ。うわ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 、ダメだ。なんか食べちゃってんだよな。うわ、体力回復しすぎ。これイタチごっこだね。強い。どうしようかな。ここだ、軍用食食べちゃうか。
やー強いわこれ。待って待って、アイテム、なんだろう、傷があってそれでやられた感じか。死んでいて入れないと。厳しいな。このシフト早いからいいな。どうしようかな。さっきのここで休もう。店みたいなところが、あ、これか。あ、ダメだ。ランドは回復できないんだ。どうしよう。もう一回休めないんだ。ランドの回復はどうしたらいいんだ。こうしたら休めんのかな。ランド全然回復してない。眠気、しっかりと適切な休息を取ろう。そうしないと疲れちゃう。焚き火のところで、とりあえずここでセーブします。ほんで一番上今行ったんだもんね。ここが、待って、これね、ちょっと危険なんだ。こいつは倒せるんだけど、その後にまたいたりするので、ここなんだっけな。この先はなんだっけ。あ、ここって飛べんのかな。ちょっとこれ、試しに飛んでみますね、これ。あ、ダメだ。ここは無理なんだ。やっぱり離れすぎ。ダメでした。あとは、これなんだっけ。ここは？あ、ですね。そうそうそう。高そうなお茶。あれ、こっちはなんだっけ。ここに、あ、そう、みんな行っちまったよ。なんで俺だけ。戦うスキル、ガード。なんてこった、またパパに会わなきゃならない。高そうなお茶。あ、あれ？そういうことね。ほんで、この先なんかあったっけ？ここは？あ、そうそうそう。バーがあって、お酒を買おうかなと思ったら結局戦う羽目になっちゃったんですよね。スタブ。
わ、強い強い強い。スキル、んー、どうかな、これいけるかな。うわうわうわ、やばやば。スキル、アイテム、どうしようかな。ドメスティックジャーキー使っちゃうか。俺が酒だ。回復系のアイテムがなかなか手に入んないんですよ。うわ、あ、やばいやばい、また。やれやれ、お前ら。俺たちにもチャンスが回ってきたようだぜ。あー、やばいな。スキル。アイテムを、どうしよう。バディにあげとくか。やばい。うわわわ、やばいな、これ。うわわわわ。あれ？ちょっと待って、戦う。スキル。ポンチョの裾をまくって胸をさらけ出す。対象を当てさせる効果がある。これ使ってみる？あ、でも一人だけにしか使えないのか。普通にこれでいいか。ファイヤーボール。違う、どうしようかな。同じ人をやった方がいいのかな。うわわわわわわ、やばいやばいやばい。やばいやばい。倒せてないわ。これ今の強さでは無理かな。アイテム、ミステリージャーキー。いやいやいや、どうしよう。軍用色使っちゃうか。スキル、いや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 、あ、やられた。強いな。ここ今この強さで来るのはもう自殺行為ですね。どうしようかな。軍用色一応使って、あ、ダメだ。ここは来れないな今。続きから、どうしよう。さっき、あれ今どこ行ったんだっけ。ここはなんだっけ。ここはで、ここはなんだろう。あ、ここ行けないわ。行けないわ。ここはお預け。んで、あれ？ここは行ったんだっけ？どっか。え？あそこの。あれ？ここは行った？ここは行けないんだ。こっちは。あ、こっちは飛べないとこだ。あそこの。画面みたいなところ。あ。で。そう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 。
暴力は決して許されません。今すぐ引き返しなさい。暴力しかないよねこのゲームは。お、バディちょっと待って。ここで暮らしているミスタービューティフルたちは平和主義なんだよ。平和主義者、彼らはもう誰とも戦いたくないってこと。相手が女の子であろうとなかろうとさ、彼らは穏やかに生きている。彼らはそう誓いを立てたんだよ。それじゃあどうしてミスタービューティフルの名前がリストにあるのさ。他の勢力も彼には高い敬意を払っているんだ。このご時世に彼が作ったようなコミュニティを作ることは簡単なことじゃないからね。わざわざここに来て揉め事を起こそうとする人間はいないんだよ。まだ時間はかかると思うけど、彼らの努力は実りつつあるんだ。それじゃあそれも、もう今日で終わりだな。ええ。僕らはやらなくちゃならないんだろうか。ランド、いいから黙ってろ。俺は他人を信用しない。たとえそれが平和主義者だろうとな。僕が言いたいことは、お願いだから彼らのような純粋な人々を傷つけないでほしい。彼らはただ戦いを望んでいないんだ。もし君がミスタービューティフルを狙っているならさ、この辺で切り上げてもらえないかな。戦わないっていうことが難しいのかな。どうなんだ。いいえ、いいえだとどうなるんだ。いいえ。戦わない。いいえ。このゲーム的に戦わないっていうことが許されなかったりするの？戦わないと何も起きなかったりするんだろうか。いいえ。うわ、死んでる人がいる。うわ、めっちゃやばやそうな人がいるよ。ちょっと待って。軍用職でランドを復活させて臨みますか。でもこれがもしかしてミスタービューティフルなのか。ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーは泣いている。睨んでいる。シッとくんのかな。で、おや、やっぱり、お、あった。2000レベルアップ。ジョイが手に入った。これでもなんか空き瓶持ってたっけ。持ってないね。空き瓶がないとダメなんだよな。よし、どれもいない。で、いいえ、
戦わないとどうなるの？あの人誰？ランドわざわざこんなところまで来てどうしたの？待って、あの子たちはどこ？どうしてこの小さい人は剣を持っているのかしら？どういうことなの、ランド？トーマスなんだ。すまない。こんなはずじゃなかったわよね。あんたがミスター・ビューティフル？私がそう。うわ、戦うんじゃん。スキル。戦わないで済むような、ランドの攻撃もちょっと手加減してる感じ。してるの？戦わない選択肢はあるのか？私には選ぶ権利はないのね。あ、なんかあれですね。ちょっと、うわ、あ、某宗教団体の教祖のような。仕分けね。どうして3000ホースジャーキー。あ、ミスター・ビューティフルが消えたのか。か。よし、ここでセーブして。あ、あれ？もしかしてこのカラスって消えないの？え？そうなんだ。そういうことになったんだね。じゃあセーブは前作よりはやりやすいですね。ねえねえ、休んだ方がいいよ。疲れた顔してる。何が言いたいのさ。何も。これからやろうとしてることは大変な仕事だってこと。それだけ。それ、そうだな。それも悪くないか。あんたは眠らない方がいい。信頼してるぜ。ランドーにも眠ってほしいな。あ、眠っちゃった。ねえ。バディ、なんだ、ずっと考えてたんだ。俺は寝ようとしてるんだよ。君が今してることについて僕はずっと考えていたんだ。何か別のことをした方が良くないかな。家を建てたっていい。どこか安全なところで。きっと素晴らしい生活が待ってるよ。いや、やりたい遊びだってなんだってできる。こんなひどい生活とはおさらばして。僕が言いたいのはね、君くらいの年の子はこんな風に暮らすべきじゃない。フラッシュの起こる前の世界では子供は一日中遊んでいるのが普通だった。フラッシュって何なんだろう。核戦争みたいなことなのかな。かつてのオレイサには素晴らしい場所がたくさんあったんだ。
僕らは原っぱや小川で自由に遊んだものさ。子供の頃の僕は恵まれてはいなかったけど、そんな僕でもあの楽しかった時代のことを思い出すんだ。君が女の子でもそうじゃなくても、こんな生き方はおかしいよ。こんなの普通じゃない。ランド、俺はこの今のオレイサに生まれてきたんだ。あんたが話しているような場所になんかじゃない。俺にはこれが普通なんだよ。俺は赤ん坊じゃない。バカな田舎のガキなんかでもない。さあ、そろそろ寝かせてくれ。明日も元気に外で遊ばなきゃならないんだ。ああ、やっぱりランドは回復できないんだな。この下、あれ、ここは？あれ、ここって、あれか。もう行ったとこだよね。この先は飛べなくて、あれ？あれ？ここって、これ、あれか、死んじゃったから、一回リセットされちゃってんだ。あ、やばいやば。フラッシュしてみるか。スキル。初フラッシュ。フラッシュ。あまり効果がなくなってる。ジャーキーとかか。この先にあれだよね。なんかあの5人組がいたんだよね。ここはやめておこう。で、ここには、あ、これ戦う人か。ストローランチ、なんだろうこれ。あ、間違えた。あ、ここでボトルが手に入るから。よし。そっかそっか、あの、なんだっけ、ビューティフルのところに行って、補充ができますね。よし。一回ここでセーブしとこう。OK。で、この下はどうなったんだっけ。あ、これはいけないところか。いけない。
よし。よ。ビューティフルのところってあれ、どうしようかな。ちょっと経験値稼ぐためにも、彼らと戦うか。申し訳ないけど。強いのかな ?BBB。申し訳ないっす。めっちゃ強かったりして。なんで仲間割れみたいのしてたんだろう。20か。あ、でもホースジャーキーのために人を殺す私。戦う。いざとなったらジョイを使うしかないかな。あ、だから何も得ることがないという。BBB。 お、ファンシーパフューム。あれですね、平和憲法を守ってる日本人みたいなイメージが重なっちゃいますよね。スキルは発動しちゃってた。ファンシーパフューム。ありがたい。申し訳ないっす。じゃあ後味の悪い感じだね。ここでスープをもらう。
あ、また。どれもいない。お。申し訳ない。どうしようかな。アイテムで芋酒どうしよう。高そうなお茶、スープ一杯飲んでいくか。よし、シャ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 、この後どうしようかな。この後、この人はね、戦うことになるはず。そうそうそう。どうしようかな。バディのフラッシュ使ってみよう。慌てふためいている。めっちゃインド系。そう言うとな、ずっとこれを望んでいたんだ。ドメスティックジャーキー。あ、そう、こいつらは、こいつはなかなかなもんだな。ラーディのところへ持っていくとするか。分かったぜ相棒。ゲー、マジかよ。なんだ、自分から行っちゃうからね。ダダダダ。うわ、結構強い。わわわ。スキルを使えばいいんだ。スロートランジ。
上機、お、なかなかいいよ。この トラックに乗っていこう。僕が運転する。そう、でも降りれないのね。お、うん、戦う。強いなこれ。どうしようかな。スープ飲んどこう。わ、強い強い強い。わわわわわ、やばいやばいやばいよ。ミステリーシャーキーでいいかな。とりあえずどうしようかな。ミステリーシャーキーいとこう。でなし。急に殴ってくるからだよね。あれ、ああ今体力回復できないのか。どうしよう。バディ300じゃ足んないと思うんだけど。芋酒、店屋さんとかもないんだよね。うわ、え、あれ絶対戦う相手じゃないのか。うわ、んー、マシンガン野郎。うん、スキル使っちゃうか。強、ちょっと待って、ドメスティック蒸気、うわわわ、俺の死体はエロい姉ちゃんの雑誌と一緒に埋めてくれ。レベルアップ。よし。よし。うわ。スープの時間よ。なんかチャイナっぽい感じね。よし。怖い。音楽が怖い。強い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 。
側は、やばいやばいやばい。いい。おお、強いわ。やばいやばいやばい。ちょっと待って。ドメスティックもったいないけど行くか。スープは死なないんだから、ファンシーパフューム OK。トラックのキー。ラーディはこの先にいる。今ならまだ引き返せる。まだ遅くな。そこまでだ。俺たちは先へ進む。とりあえずもうセーブしちゃって、一応行ってみるか。ダメだったら戻ってっていうか、セーブポイントでやり直そう。なんだこれ、ダイナマイト的な TNT。 あ、そういえばなんか道を塞いでる場所あったね。あそこをこれで壊せるな。うわ、これラーディ？あんたがラーディ？なんだ、ランド？なんでお前こんなところに。例の女の子か。何がどうなってる？俺の質問に答えろ、今すぐにだ。あんたがラーディ・ヘルナンデスだな。おいおい待てよ、そんな風に意気があるもんじゃない。お前がラーディーか。お前一体何様のつもりだ。バディもうやめよう。彼がそうだよ。何なんだ一体。普通のおお強い強いわ。ランドをやられっぱなしか。どうしようかな。ランドの軍用色をランドにやろう。でもいけるか。どうかな。フラッシュ効くかこいつに。うわ、強っ。アイテム、ホースジャーキーもらっとくか。強いね。で、フラッシュ。フラッシュさっき効かなかったんだっけ。効果なし。普通に攻撃。舐められたまま終わらせねえぜ。うわ、やば。ちょっと待って、これ。スロートランジ。マシンガンフィスト。一発一発は弱いの。
ばい。兄弟たちを、今からそっちへ行く。どうか俺を導いてくれ。4戦を勝利。スリープボム、彼は東オレイサの半分のエリアへ物資を供給していたんだ。ヘルナンデスたちはたくさんの人たちのために働いていたんだよ、バディ。行くぞ。なかなか難しいですね。じゃあこの辺りで今回は終わろうかな。じゃあこれで、よし。じゃあこれで一回失礼します。ではまた。よい。